生卵、これめ、いやー、この卵かけご飯すっげー欲しいなー。あとね、この卵つながり、生卵つながりでさ。これやばくね？これめっちゃ欲しい。ね、商品名が今日の朝ごはんってやつで、朝ごはんのメニューがね、こう、フィギュアになってるんでね。やっぱりこれだね。朝の定番メニュー。納豆と卵かけご飯。これ一番もめちゃくちゃ欲しいね。あとご飯の 海苔は味付け。鮭とこの海苔ご飯だね。あとポーク卵がマイブーム。スパムこれいいな。これスパムのなんかポーク。ね、これスパム、明け方スパムだよね、これね。いちいちの始まりはこだわりの一杯で。これも美味しそうだよな。しかしな、フルーツでしっかりビタミン補給。これベーコンと卵もいいよな。あと、オートミールとバナナっていう、これ青汁かな、これ。しかし、これだよな。ちょっと筋肉喜ぶ、高タンパク、低脂肪の、この生卵ドリンク。これ欲しくない？マジで。まあ、でも、どれ出ても外れではないな。まあ、これもリメンド商品だから、もしワンボックスでゲットできるチャンスがあったので、ワンボックスでゲットしておいた方がいい。全部で、ね、8種あるから、ワンボックスで買った方が、まあ、被ってもいいけどね、全然ね。かぶってもこれいろんなシーンで使えるからフィギュアで。それではでは、ま、生卵、これ、朝ごはんのね、1番か8番のこの、どっちか狙いたいね。生卵ご飯。卵かけご飯、TKG。親指とおめし。それで、やべち、緊張。落ち着け。はぁ、緊張する。めっちゃ緊張する。何が出るかな？ペラレス。トゥットゥットゥルドゥルルルル。トゥットゥットゥルルルドゥルルル。なんだ？なんだ？トーマーがわかっ、待って待って。これマジで、納豆か？あ、待って待って、納豆どこにある？な、一番来た！ やったー！ 一番来たー！生卵だもんね、これ。白身の部分、黄色いの。まあ、でもこんな感じだよね。もうちょっと薄い方が良かった気がするけど、まあ、でも醤油かけてんのかな？醤油と、箸と、茶碗とか器があって。で、納豆もある。でもさ、ぶっちゃけさ、ぶっちゃけ、少なすぎるよね。これじゃ昼まで持たないでしょ。やっぱりこれだね。朝の定番メニュー。え、みんな朝ごはん何食っとる？朝ごはん。うちはね、魚と、ひじきのなんかこの煮物みたいなやつを、まあ、定番ね。あと、目玉焼き2個とウィンナー2、3本。あと、味噌汁とご飯と、あと、納豆とネギみたいな感じかな。大抵これ、毎朝。で、これだけじゃ少ないよね、絶対ね。お魚さんとかやっぱ欲しいよな。で、これを切り取ると、あれがランチョンマットみたいな感じで、できるのかな。で、やっぱ揃えたいね。揃えたい。つか、俺びっくりしたんだけどさ、こうパン一枚で朝ごはん済ませるやついる？ 少なすぎるだろ、これ。これ舐めてんのか、これ少なすぎるよね。昼まで持たないっすよ、こんな。これで、パンと、まあ、まあ、4番、と、まあ、パンつながりで、まあ、654だな。組み合わせるとしたら。654。まあ、これでもいいけど。で、これでも足りないから、812ぐらいの組み合わせがいいかなっていう。ちょっと少ねえよな。これだけじゃ、あと何も入ってないかな。まあ、こんな感じで。やった！出たぞ、みんな！生卵の！やった！あとはこれだな。これ。あと、ベーコン、いや、これ全種欲しいな、マジで。なんとかうまい具合に全種類コンプリートしたいわ。かぶるんだったら生卵あるやつね、ということで。よしよし、一発目から星が来た。めっちゃ海、めっちゃ海。こんなことあんまないのにな。すげえ嬉しいわ。いや、あ、ちょっと待って、切ったら終わるからな。切ったら終わるからな。せっかくゲットできたのに。まずは器を出さ、うわ、細け、見て。この細かす、あー、これ。居酒屋でバイトしてるときめっちゃ洗った記憶あるわ、これ。たくさん。ひたすら洗ってた、こういう皿ね。で、パリン、コップだから洗っててさ、パリンって割れてさ、手切ってめちゃめちゃ血で、今でも多分傷残ってると思うんだけどさ、あれすぐコップ割れるよね、居酒屋のね。俺何個割ったか覚えたいぐらい割ったもんね。こう、あ、普通に洗っててだよ。パリンって。悪意強い、マジで強すぎんだから。 いや、でもコップ弱いんだと思うんだよね、俺的に。で、これ醤油ね。醤油、うわー、かわいい、細けー。ちゃんと醤油だ、コーラみたいなね。入っとるわ。そして、これですよ。ご飯と納豆でるっていう。やっぱ毎朝納豆食いたいよね。納豆。うわー、納豆俺ね、正直ね、1日5パッキーぐらい食いたいんだけど、食いすぎたらダメなんだって、納豆。納豆菌強すぎて、腸内細菌がね、ぶち殺されるらしいんだよね、納豆の菌、納豆菌。強いから。
だから納豆って熱いご飯にかけたら食ったらダメって、納豆菌の種類から、でもお腹に入ったちょっとの納豆菌がね、腹で増殖してね、それほど納豆菌で強いらしいんだよね。あ、納豆菌やばと思って、納豆菌今そんな強いやつだから、腸内細菌、あ、いいね。いちいちこうやって器に移さないけどね、パックのままこうさあ混ぜてご飯にかけて食べるよね。これでもこう移すとやっぱ気分変わるな。移そうかな、納豆もちゃんと器にね。気分変わるね。朝のなんかホテルの朝食って感じがしていいじゃない、ホテル。そしてこれが卵、生卵なしのご飯。見えねえ、白すぎて見えねえ。ちょっと待って、これ見える、これ見える、いや見えねえな、もう白すぎて見えねえよもう。あ、ライト消したらちょっと見えるかな、どうだ。あ、ちょっと見えるね。ライト消したらかろうじてこんな感じでちゃんとね、一粒一粒が再現されとるんだよね。そして生卵の上、あ、違う、ご卵かけご飯の上だ。これがまずあの箸ね。うわ、細っけー、細っけー。これで食べるわけですよ。いただきます。パクッ、あ、持てない。こんなちっちゃいのはさすがに持てんな。そして生卵、生卵、いや、すげえ、生卵もめっちゃ細かいよ、ほら作り込まれてるね、生卵。うわ、嬉しい、マジで来たよ。で、ポトって乗せると、おー、卵かけ TKG の完成ですよ。TKG と納豆。うわ、かわいいね、これ。これめっちゃいろんなシーンで使えるわ。朝ごはんのシーン。朝ごはんのシーンで使えるね。すげえ、すげえ、すげえ。で、醤油もね、チャーっとかけてね。食べましょう。チャーかけて。いただきまーす。パク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 。パクパク。いや、めちゃくちゃいいセットゲットできたわ。ということで、今回はね、朝の、あの、なんだっけ、定番メニュー、マスコッティだっけ、ちょっと待って、なんだっけ名前。今日の朝ごはんの全然違えじゃねえか。今日の朝ごはんっていうね、あの、食玩シリーズ。でも、ギャム入っとった。でも一応スーパーも、ね、食玩コーナーで、でもたまにあるよね、もうね。食玩じゃないよね、食玩コーナーにあるやつ、あるよね。このリーメント商品ね。リーメント商品は許されてんのかな、もう。ギャムとかラムネ入ってないけど、食玩じゃないけど、食玩コーナーにあるみたいな。これあの、スーパーの、あの、食玩コーナーで買ったから、一応食玩なはずなんだけど、ガムとか別に入ってないよな。まあ、入ってないけど、まあ、一応食玩っつったら食玩のね、開封レビュー動画でした。みんなもぜひね、狙ってみて、自分の好きな朝食をね、いろんなのあるから、俺またあったらね、買ってきて、次のあの、8番のね、生卵を狙う。うん。てか、コンプ狙うわ。これマジでコンプしたいね。コンプしたいわ、これ。かぶるんだったらベーコンとかでもいいね。ベーコンとかたくさんかぶってくれたらいろんなシーンで使いそうだから。いやー、リーメントいいの出してくれたね、今日の朝ごはんね。素晴らしい。生卵がリアルでマジで可愛いし、これ集めるの楽しみだな。